はい、どうも、カズンでございます。それでね、まあ、本格的攻略がこれから始まるわけですが、ちょっとね、動画をどうしようかなって考えてて、まあ、決めました。イベントはイベントの動画。だから、なんて言ったらいいかな。攻略は攻略の動画。うん。アイクラット攻略は攻略の動画。で、キャラエピソード。そう、キャラエピソードがなんか、階層ごとで出てくる、なんか、キャラクターのエピソードとか、あとはホロエリアかな？ホロエリアのキャラエピソードとかいろいろあるみたいで。そのエピソードは、そのエピソードの動画。って感じにしよっかなと思ってます。で、まあ、ホロエリアは、生配信でクリアしていこうかなと。うん。まあ、戦闘中などに、まあ、いろいろと雑談しながら、皆さんとお話ししながらやっていこうかなっていう感じで。うん。で、まあ、アインクラット攻略の動画は、まあ、1日1本から2本かな。だから、各階層1とか、階層攻略1、2、3、ボス戦ウェイみたいな。キリト君？うん。で、キャラエピソードは、まあ、1日1本程度かな。2本出すことはないと思うけども、まあ、キャラクターエピソード1つ終わったら1つ区切りみたいな。一応、そんな感じで、まあ、メリハリかな。うん。攻略は攻略、エピソードはエピソード。ホロエリアはホロエリア。などなど。まあ、生配信中に、なんかアインクラット攻略が早かったなって思ったら、うん。楽しみだね。急いでホロエリアをクリアしたりとか、まあ、臨機応変に対応しながらね。なんかね、90層ぐらいまでにホロエリアクリアしやんと見れへんフィリアのイベントとかね、なんかあるみたいなんで、まあ、一応そんな感じのことをやろうかなと思います。で、もしかしたら今多分なんか編集で自分のメモをなんか貼ってるかもしれないんですけど、まあそんな感じでやろうかなと思います。それが一つ。で、もう一つね、これ生配信の後の録画なんやけど、オープニング導入の部分のストーリーとかチュートリアル終わった時点で、ストレアの登場イベントをすっぽかしてて、これがキャプチャーギャラリーかな。で、これの、ムービーじゃなくて、これかな？そう、こんな感じで、ストレアでやってたと思うけど、ストレアが出てきた。イベントもありました。ムービーもありましたが、うん、まあ一応、撮ってはあるんですけどね。ここに。撮ってはあるけど、まあ今回流すことはもうやめとこうかな、とかいう感じで。一応こんな感じで、出てきましたよーっていうね。うん。まあいきなり大胆なことしてますけど、まあ一応そんな感じで、行きましょうか。以上、報告終わり。ということで、76層を攻略開始なんですが、まあ、迷宮区行くまでそんなに面白くないんで。ちょっといいかな。うん、キリト、アインクラットの攻略、階層攻略は、迷宮区からの録画開始にしようかな、か、それかもしくは、このギルドの、この左下のチェックかな。このネームドモンスタークリムゾンスピナーを破壊せよとか、うん、その辺のチェック、まあ、クエストはあまり面白くないから、うん、ネームドモンスターを討伐するところから開始しようかなっていう感じにしたいと思いますので、じゃあ早速今から76層、まあ最初はアスナって決めてたんで、アスナと攻略していきましょうって感じで、じゃあネームドモンスターの前まで行っちゃおうかな。ちょっとレベル上げだから、絶対余裕で勝てると思うんやけど。よし、攻略していきましょう。アークソフィア、天陰門前と。天陰門前やけど、天陰したらダメだね。よし、こっちだな。よし、じゃあ出かけますか。やっと到着したわ。これちょっと移動だけがちょっと長いねんな。ナイスとこ。ということで。ちょっと。ネームドモンスター。ロングキャスト出ましたね。これかな。レベル102。実際自分107やから多分余裕かもしれませんが。いっちゃいましょうか。ということで、ドン！はい。はい。さあ、どんどん倒していっちゃいましょう。まあ結構食らうね。さあ、アスナの死に待ちで。うん。セイグリッドインパクト発動ね。はい。なんかダメージ受けてますけど、パーリー。オッケー。ちょっと、スイッチしてほしいな。うん、さあ、HP がもうすぐ半分だな。OK、ナイス。スイッチナイス。OK。
もうちょっとタイミングよく行きたいな。はいはい、 OK 終わった。ナイス連携、ナイス連携、ナイス。まあこんな感じで好感度も上げていくといって感じで、特殊なモンスターを撃破したことでボス情報を獲得と。どうしたの？ちょっと待ってね、ボス情報は俺みたい。このギルドで左下ね、うん、左下のチェックの部分を解放して、まあ階層のボスクラスかな、ボスクラスの階層を、じゃあボスをの行動を見ると、うん、こういう行動してきますという情報をね、開示していくと。でボス戦を楽にしてしまおうという感じだよね。まあ、実際そんな臨機応変に対応できるわけねえから、うん、あれないけど。迷宮区はまだやな。まだやな。どうしようかな。この辺は、早送りなりカットでやってると思うな。まあ、ブルースライブが、めちゃくちゃ多いからな、ここ。はいよ。どっちや？俺どっち行ってねえ。いっぱい行ってねえな。右に移動するあれがあるな。まあ、適当に回ってきますよっと。お、宝箱だな。俺が根こそぎいただいてやろうってね。うん。まだここ迷宮区じゃないんだよね。まあ、こうやってちょっと何個か、ダンジョンを抜けながら、迷宮区にたどり着かにゃあならんわけやから、時間は多少かかる。本当はここを映すつもりはないんやけど、まあ、一番最初っていうこともあって、これで映すのもありかなっていう感じかな。極東片手剣、エアストーブジエンド。ちょっと、これ装備強くなるんじゃねえかな。ミュートアライアンスっていうのは、76層の街で買ったもの。で、エリュシデータやったかな。これがノイズ化してしまってんだよね。だから、片手剣こっちの方が強くないわ強くなかったわ。まだこれでいいな。早いことこのノイズ化された LC データ変えたいんやけどな。まあなかなか変わりませんわな。まあ二刀流スキルをしばらく使っていこうかなーって感じで、今は思ってるけど、まあ生配信とかそういう時に、まあ片手剣試したりとか探検試したり、再建細剣、スピアか。スピアじゃねえか。何やったかな、レイピアか。レイピア、まあ、アスナが持ってるようなやつを試したりとか。まあ、一応そんな感じで。まあ、一番使いやすいやつを、自分で見つけていこう。と、考えてるわけだ。大事やからな。まあ、でもいろんな、武器使って攻略とかってやりたいよな。片手コン。はいはい。さらに。お、混合石ね。混合光。こう、石じゃないか。混合光って言うんだな。おっと、あっちにもあるな。いろいろあるじゃないか。でもこれマップで開けた宝箱、開けてない宝箱が表示されるのは分かりやすいな、これ。中結晶。そういえば転移結晶俺一個しか持ってなかったんじゃなかったっけ。あ、でもどっかで一個拾ったんやったかな。いっか。行くぞ。さあ、この迷宮は長いぞ。まだまだ長いぞ。このブルースライム、なんか、多分ブルースライム、多分親玉みたいなやつもおるから。うん。まあ、それも、倒しに行かないかんな。あ、あれが迷宮区の入り口だな。うん。近づいてきた。じゃ、一番最初にあったんだよ。あ、ほらほら、いた。こいつ。でかいスライム。うわ、トラップに、ね、閉じ込められたとか言われてんやけど。あー、うぅ、びっくりした。わお。はいよ。おっと、サイドステップ。そんな強くねえな。終わったわ。ナイス。終わりました。余裕っすわーってね。ふぅ、なんとか倒したな。しかし、放っておいたら、この層はスライムだらけになっていたかもしれないな。倒して正解だったかなって。まあ、レベル80程度なんで、大丈夫かな。ただ、この迷宮区とか、ボス戦に出てくるレベルっていうのがちょっとな、いまいち、分かってないから、どんだけレベル上げれば楽に倒せるかっていうのも模索状態かな。いよいよ迷宮区だな。何があるか分からない。慎重に進もう。そうだね、私も気を引き締めないと。一緒に頑張ろう、キレト君と。よし、行こう。やっぱこの二人仲いいな。一番最初はこうじゃないとね、やっぱ一番仲のいい人と攻略していくと、それに
はい、名曲入りましたね。死者の大釜一回と。問題ないな。よし。じゃあ、キャストでおびき寄せ。はい、はい。問題ないでしょ。ダメージの入りがやっぱ違うな、これ。まあ、ちょっとレベルきついなーって思ったら、ちゃんと、ね、なんていうかね、レベリングの方法とかも、まあ簡単にできるから、これ簡単にレベリングできるから、最初の方は。序盤はできますので、ちょっとそんな感じで、紹介などなどもできたらいいかなと。いろいろ行く道はあるな。まあ、できるだけ、迷宮区なんで、お宝も割かしいいのが入ってたりとか、するんじゃなかろうかと。いうことで、全部一応巡っていきたいな。うん。まあ、要所要所で、やっていくのもありやし。ちょっとまず1階から全部探るか。死者の大釜。はい。レベル78な、大丈夫です。ゴリ押しで大丈夫ですってね。かっこいいね。この、持ってる、右側のやつ。なんかディスクみたいなのついたやつ。これ、買ったやつなんやけど。これ、意外と、フォルム好きやな、俺。うん、フォルムが好きだ。なんか、こう、ほら、キリトも言ってたやんか。これ、重たいとか言って。重たい。いい剣だ、って言ってたやん。なんか、そんな感じ。重たいような感じの、やつが見えるな。見えるなっていうか。まあ、実際俺が持ってるわけですよ。うん、タイミング合わせてね。もう敵がいないんだよ、浅野さん。みたいな。しゃ、こっちだな。お宝箱やん。よーし。でもあれだよな。この迷宮区のボスで一番重要なのってラストアタックボーナスよな。なんか、わたちゃんも言ってたけど、あれ取る取らないで、なんか全然レアアイテムが違うから、うん、レアアイテムを1個ミスミス逃すことになるから、それは注意した方がええでって言っとったから。おっと？まあ、とりあえずこっちから行くか。死者の大釜2階かな。合っとるよな。死者の大釜2階とか。よし。あ、一応向こうから曲がってくるで、道はあるんやが、あれか。こっちと勝ち合うねえかっていう話やな。はい。ダメージ増加してるんだから。はい。これもう使っちゃってるよ。ナイス。とりあえずナイスとか。なんか、この通常攻撃の丸ボタンにもタイミングがあるらしいな。なんか、緑の刃物のシュワンっていうのが、キリトに集まった時に攻撃するとなんか、攻撃力増加するとかっていう話聞いたんやけど。なんかそれを今、練習、てか、今気づいて今練習してるんやけど。なかなかうまいこといかんね。両手をの、エルデソーブリオ。エルデソーブリオ。うん。なんかすんごい名前してるな。キリト君、スターね。いよっ。ナイス。じゃあナイス。さあ、ランク4とかに上がってほしいんやけどな。会話が一番早いとか、そういう噂やねんけど。うん。それするとめっちゃ時間かかるらしいから。おっと、全然タイミング合わねえよ、俺。タイミング合わねえ、合わねえってね。緑色のシュワンっていうの。なかなかですな。ここは OK だな。そのうちなんか、迷宮？当てに決勝3つか。いいね。これで OK。どうしようかな。アスナ、戦闘の話、攻撃を積極的にしよっかな。じゃあ俺、戻らんとあかんな、これ。うん。こっち道なくなったんで、一回戻りましょう。よーし、こっちかな。こっち側から上に2階へ上がっていっちゃいましょう、と。うん。さあ、2階。そう、やっぱ反対側出るよな。オッケー。まあ、まだ76層。最初。まあ、このゲームで言う最初なんで。全然ね、問題なくいけるから。ナイス。なんかこのアタックを褒めたりとかすると、なんか増えるらしいな。キャラクター情報やったかな。情報を見れる。そう、この攻撃支援とか、防御支援、妨害支援。なんかいろいろ増えて、これマックスになるとなんかいろいろあるらしいから。おい、目の前。目の前でシャーさんお願いします。ナイス。ね。OK。
ケー、トカゲの舌。いらねえな。気持ち悪いだけじゃねえかって言ってみたり。これ一周回るだけかい。一周回って、はい、ドローンみたいな。多分こっち宝箱だな。おい？ああ、やっぱそうやな。ああ、いいよ。風化工。いまいち。いまいちっていうか、10個入っとったら、あれ、強化素材なんやったかな。強化素材。あ、もうここ移動？もしかして。ここ移動？それだけ。あ、こっち宝箱の匂い。はい、来ました。まあ、この部屋とかやったらな、なんか、トラップとか、トラップとかもありそうやな。怖いな。結晶向こうエリアっていうんかな。ほら、ほら、あったやん。75層やったかな。75層やったかな。忘れたけど、あったやん。結晶向こうかエリア。この奥から強力なモンスターの気配がする。だってよー。リザードマン、マナーちゃん。マンモナークか。を倒すぜ。強敵。タイム設定されてるな。設定されてるってことはこれうまいことやらんと。早う探さんとあかんのか、そういうミッション。だから、こっちじゃない。だったら行くぞ、だったら。まあ、15分もかからんと思うけどな。普通に。たったたたったたーとね。ここが宝箱やったわ。全然違うかったわ。ヒットポーション。命中率上げるやつだな、多分。使ったことねえけど。さあ。まあ、マップとかも、もうお茶の子さいさいで見つけていこうぜ。よっしゃ。まあ、強敵っていうぐらいやから、ちょっとレベル高いんやろなって思うんやけど。これは下かな。ん？ロングキャスト。そんなにロングじゃないけど、ロングキャスト。よ、パリン。ナイス。スタンお願い。スタンする前に死んじゃうやーつ。全然ジャス出ねえ。まあ、ジャス出てないんかな。これ出てくるかな。時々、こう、フワンっていうのは入っとるから。出てるのは出てるんやと思うけどなーって。これ下下がる？もしかして。下がるんか？下は下がったらダメでしょって。行きましょう。はい。全然あれやなー。スキルがなかった。溜まってなかった。あれ？時々これ、反応が悪いんよな。やってんのに。やってんのに反応が悪い時あるから。よし、今のはうまいこと言ったんじゃないの？まあ、モンスターが違うからダメージ値が全然な。あっとらんねんけど。はい、はい、はいと。食らえ！食らいなさい！タイミングを合わせていくわよ！行くぞ！そう、タイミング合わせてもやりたいよな。ネームドモンスターなんで、やった時みたいな。パリングじゃねえよ。俺、R1 ボタン入れてねえよってね。リザードマン俺探せないやならんねや。ちょっと待っとれよ、つってな。ああ、まだ、めっちゃ続くな、これ。多分ここかな。ああ、おった。ああ、これで移動できるわけやな。ロングキャン、ああ、全員来た。はい。いて、強いな。パリーが溜まってね。ちょっと待てよ。スタンしましょうか。はい。オッケー。あ、終わった。何もしてませんけど、みたいな。勝手に終わったな。ちょっと6000ダメージ大きかったけど、そんなに強くはなかったか。こうか。オッケー。まあ、ミッションクリアしたから、ええかな。さあ、残りも排除してと。オッケー、終わり。この辺宝箱あるんじゃねえの？ないんかな？クソ、ないんか？まあ、そういうフロアが広がってただけか。ないよ。じゃあまあ残りのフロアの探索もパパッと終わらして76層。レイドボスっていうかな？
メイドボスやりますか。溜まってねえ。あ、溜まってたけど、合わなかったよ。いくぞ。これでこれ。なんか、ジ、イクリプスやったかな。なんか、両手剣の800、熟練度800オーバーで使えるやつが強いらしいけど、早く使えるようになりてえな。ってな。まあ、それは思うよな。はいよー。新月と千鳥。かっこええ。なんか、暗いに渡したら、うん、良さそう。あ、そうか、アイテム渡すとかあるから、これも積極的にやって、有効度上げるのもありか。なんか、強いやつやったら、使ってくれそうな感じあるもん。10ポイント。10ポイントゲッツみたいな。ディニターソード。ちょっと見るか。ディニタース、あ、ちょ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 。ディニタースソード。下がるな。そんなに上がらんな。だってことはまだこれの方がいいんかな。あとは。あとはあそこ下がるだっか。じゃ、下って。ていきますかねーって、これこっちで合ってるよな。じゃあ、あ、下るんじゃない、登るんや、これ。名前は死者の大釜さんかい。あ、近づいてきたな、これ。来ましたよ。他の階とは違う雰囲気だな。それって、ボス部屋が近いってことじゃないっていうね。わからない。まずは奥へ行ってみよう。もうこれ、他のエリア、てか他行くとこないやろ、これ。もう、ボス戦、そのまま。何？道ないもんな。さあ、もう雰囲気出てますね。76層。うん。キリト君。うむうむ。いよいよか。そうだな。ボス部屋の扉だ。この先にいるボスを倒せばこの76層もクリアだね。ちょっと覗いてみたいところだけど、愛に乗り込むのも危険よね。そうやな。攻略組と情報を共有し、みんなでボス攻略に挑むとしよう。じゃあ、回路結晶をここにセットして、よし、街に戻ってここまでの情報を他のギルドのメンバーにも知らせるかと。じゃあ戻りましょう。もう、ここにいる理由もないからな。